立憲共産党小西議員捏造公文書流出事件ボルゴ今回は3月20日の参議院予算委員会での質疑答弁をもとに小西文書事件の容疑者を考察してみることにします。 あの総務省に伺いますがあの今日の理事会であのこの高市大臣の平成27年2月13日の,この大臣歴結果、まあ、ここに名前があるこの安藤さん、また長潮さん、また西方さんそれぞれの3者がこの文書を捏造したと自分たちは事実ありもしないことを故意にあることとして、えー、この文書に何らかそういうい記載をした、捏造したというふうふに証言しているでしょうか。 総務省今川拓夫官房長答えを申し上げます高市大臣の関連の文書の精査におきましては、関係者から聞き取りを行うに際し、誘導と受け取られないよう、中立性に十分配慮し、該当文書を見てもらいながら、記憶の有無や事実認識などについて発言いただく形で進めているところですが、この今、小西委員からご指摘のございました、3人のものいずれからも、捏造という発言はございませんでした。 一方で、その他のものについて、内容が正確ではないとの認識を有しているものもございました。今回、質問通告のご要請もございましたので、ねつ造という認識を改めて確認をしたところ、今ご指摘の3人のものいずれもそのような認識はないとのことでございました。まあ、なお、その他のものからは、本件の大臣レクについて、記憶にない、あったとは思わないとの発言もあり、正確性が確認できていないところでございます。 小西君今あの、官房長が答弁してくださった、捏造という発言はなかったということと、捏造という認識はです、ね、あ安藤局長以下3社はなかったということですが、それは、その安藤局長以下3社が、三人の人たちが、自分たちは捏造という行為をしていないと、そういう証言を事実として,しているということでしょうか、それを明確に答えてください。今川官房長 お答え申し上げます熱、えー、造についての認識をおこの3人の方に改めて確認をしたところ、3人とも、えー、そのような認識はないとのことでございました、なお、その他の者からは、本件の大臣ネックについて、まあ、記憶にない、あったとは思わないとの発言もあり、正確性は確認できないと、先ほど申し上げたところでございます。容疑者である総務省官僚3人が 保身のために、捏造の意識はない。と答えるのは、当然です。その記述内容には、そもそも犯罪性は、ありません。問題は、その内容が事実と異なっていて、国会で高市大臣の辞任を要求する、総務省 OB の小西議員の質疑で、証拠として使われたこと。また、 違法に持ち出され、小西議員が所持した公文書を SNS で拡散したことです。また、立法府の国会議員が既存の法について、行政府の官僚と議論することは当たり前のことです。そこには、何ら犯罪性は、ありません。また、総務大臣室側の3人は、 そのような大臣レクはなかった。あったとは思わないと回答しています。記述内容に総務省官僚と大臣室とに、双方のレク内容に根本的な総意があり、ここに偽造公文書講師罪の容疑が発生するのです。公文書偽造罪の時効は7年ですので、今回はこれは問われません。 そそのかしの罪がどうあるか、一般的に犯罪の容疑者は、自分が捏造をしたなどと言いませんよね。捏造と表現するのは、被害者とこれを疑う司法当局だけです。えー、繰り返しになりますが、3名とも細かい記憶について、必ずしも8年前のことでもあり、正確ではないが。 日頃からあー正確な丁寧な仕事を心掛けているのでこのような文章が残っているのであればあそういうことがあったのではないかと思うとこれまでも言ってきておりましてそれに対して今加えて今回捏造であるのかを聞くようにという委員会から質問者からのご指示であったかということでそのような問いをいたしましたところ捏造の認識はないという答えがあったということですので、えー、その 具体的にこれについて、えー、あれですけど一般的に丁寧な仕事をしてきたので自分たちとしては熱を造した認識はないというふうに私は受け止めているところでございます。 高市大臣に伺いますあの大臣はこの大臣高市大臣で結果の文書、これは3月3日の私の質問で熱をざ、熱つ造だといい、ね造でないのであれば、大臣も議員も辞職するというのをおっしゃいましたが、今、総務省の調査を総務大臣が責任を持って答弁されました、3社は熱つ造していないという証言にしようじをしているわけでございます、もうここで終わりにしませんか、責任を取ってあの大臣、辞職すべきではありませんか今川官房長と松本大臣の今の話から。 どういった思考回路で高市大臣に辞職を迫れるのか理解不能です。小西議員の言うことは、作為的な暴論でしかないですよね。平井君あの、総務省の官房長に伺いますが、今日の朝の理事会に出された資料で、作成者及び同席者。 ですね、今だ、あの高市大臣が不者2名ですけれども、いずれからも捏造という発言はなかったということですが、この同席者の平川参事官、また当時の,あの大臣のこの松川、えー、総理あの大臣秘書官だと思いなりますけれども、この2名もこの文書を捏造されたものではないと、松井秘書官ですね、という証言をしているということでよろしいですね。はい 法務省とあとこの人事院欄にまとめて聞きますが捏造はあの刑法上あるいは国家公務員法上懲戒制度上どのように位置づけられているか答弁してください法務省松下刑事局長ここからが見どころです法について語っていた小西議員が法務省の刑事局長に質疑してやぶ蛇を出してしまいます今晩から眠れぬ日々が続くことでしょうねお答えいたします 犯罪の成否は捜査機関による収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、お答えは差し控えます。なお、あくまで一般論として申し上げれば、刑法第156条の虚偽公文書作成罪は、公務員がその職務に関し、公私の目的で、虚偽の文書もしくは都がを作成しまた、文書もしくは都がを変造したときに成立しうるものと承知、また、えー、その行使罪は、それらの文書や都がを行使したときに成立しうる,るものと承知しております。偽造公文書公使罪は その文書を行使した時に成立する。だそうです。つまり、この文書を行使して悪だ組を実行した時に成立する。そして、小西議員と彼に偽造文書を預けた者、現役課長である西型課長も、その罪を犯したということで、時効は成立していません。普通に考えれば、体感して 一般人である安藤氏、長潮氏には行政文書は持ち出せないからです。これは小西議員が SNS で公表した一級文書の入手先を総務省内部の有志たちからとこれを信じた場合です。他のもと部下から不正に入手した可能性はここではひとまず排除して考えます。 ここで気になるのが、文書作成者と記された西潟課長です。行政文書ファイル管理簿に記載されていない、問題の文書4枚をいかにして、電磁ファイルから検索して持ち出したかです。その文書の内容を知っていなければ、その行為は不可能だからです。本人が作成した文書であれば可能ですが、 彼の上司である、長潮氏または安藤氏が、作成者本人の同意なく、修正していたならば、作成者である西型課長に、これを検索することは、困難になります。つまり、一西型課長が一人で作成した可能性。この場合、作成日は最近でも可能。また、電磁的な記録であれば、 ログが残り作成日は明白となる2、3名が同意のもとに作成された文書の可能性。3、西型課長と長潮氏の2人が作成した可能性があり、1であれば西型課長は捏造の認識はないと答え、他の2人はそのように書いてあるのならそうであったのではないか。 8年前のことなので、よく覚えていない。と答えるのは、当然のことです。そして、他の2、3のいずれの場合でも、作成者と修正者は、捏造の認識はない。で、それ以外は、8年前のことなので、よく覚えていない。と答えるのは、当然のことです。いずれにしても、 今だ調査中です。場合によっては司法当局の調査が必要になるでしょうね。この案件は知見に任せないことには、明白となることはないと考察します。人事院、小木野職員福祉局長。お答え申し上げます。懲戒処分につきましては、所属職員の服務を唐徳すると,とともに、 事実関係を十分に承知し得る立場にある任命権者において、事実関係を確認の上でご判断されるべきものであると考えております。その上で一般論として申し上げれば、職員が虚偽の公文書を作成するなど、文書の不適正な取扱いについては、懲戒処分の対象となれるものと考えております。それにしても、狂気の小西議員を鉄砲玉と使う立憲民主党の執行部には、 さきの永田メール事件以上の責任を課されることを願うばかりです今川官房長お答え申し上げます三人の方に確認をさせていただきました一人の方は総理に説明するのであればその前に官房長官にも話,し話を通しておくべきではないか自然ではないかと考えたものと認識しているとのことでございました残り二人のものはご指摘の点を含め 個々の発言内容等についてはあまり覚えていない、文書によれば、その発言があったとされる2月24日の面談には参加していないとのことでございました。 あの高市大臣,市大臣、あなたがかつての部下である官僚を文書を捏造したというのであれば、その官僚の皆さんは刑法犯罪を犯かしかつ懲戒処分ですね、国民法違反を犯したことになるんですが、それでもあなたはあの捏造されたというふうに言い張りますか、明確に答弁してください。高市国務大臣あの4つの文書について、内容が全く不正確であるということは繰り返し申し上げております。 あの、しかし、あの、特定の官僚の方についてですね、捏造犯呼ばわりするような。えー、ことを私は申し上げておりません。あの、そのようなことを申し上げておりません。小西ひろえ君。じゃ大臣、誰が捏造したとおっしゃってるんですか。高市国務大臣。あの、作成者不明の文書、三名、あの、三枚については、全くわかりません。あの。 そしてあの上司の関与を経てとていう中で、まあ、先ほど修正というあのご答弁もありましたけれどもあの、誰がどのように修正されたのかも分かりません、ですから特定の官僚の方を指して、あのつ造された方というような意識で答弁をしたことはございません。2>, 2月13日の大臣での結果は、は作成者3名特定されてるんですが、この3名は捏造していないというお考えなんですか。もういや白旗あげなさい、うん、国務大臣 あの2月13日付けと、まあ、される文書に関しまして、まあ、そこに記載されている内容がです、ね、あの不正確であるということ私が、えー、言うはずもないことが書かれていることから、まあ、ありもしないことをあったように、えー、作られたものという意味で、えー、捏造だという言葉を使いました。あの以上でございます 官房長官に伺いますが、国務大臣が現職の,あの公務員を含むですね者たちに対して捏造したって言ってたことは、内閣として重要問題だと思います、岸田政権としてこの問題をしっかりあの官邸が責任を持って調査して、大臣をあの高市大臣に指導すべきではないですか松野内閣官房長官。お答えをさせていただきます、総務省の行政文書に関する事案でございますので、総務省に答弁をさせます。 松本総務大臣あの繰り返し申し上げてまいりましたが、えー、この行政文書もいくつかが作成者不明であるということ、そして作成者と記されているものについても、精査が必要であること、えー、今、ご指摘にありました文書につきましても、作成者とされる方、あ上司とされる方もいずれも、 お8年前で記憶が定かでないこと、しかし仕事は真摯にやってきたことなので、このような文書が残っているのであれば、このようなことであったのではないかというふうに、私どもの聞き取りに答えていると理解をいたしております。えー、その意味で、えー、他方でこの文書、2月13日の文書についても認識が必ずしも他の同席者と一致してないことも申し上げたとおりでございますので、えー、大変このような、 行政文書で国会のご議論に付されているものが、精査確認がしても確認ができないものがあるということは、はらはら遺憾に思っているということを申し上げてきたところでございますが、その上で、精査確認をまだしているところでございますので、作成者等についても、私どもの方から申し上げることは差し控えさせていただけたらと思っております小西宏之君。委員長 あの総務省に聞きますけど、理事会に出した資料で、磯崎氏が総務省の安藤局長らから、ですね官房長、菅官房長にも話をしてはどうかという話があったとっ言ってますが、安藤局長らはこういう話をしたという,うに言ってますが、またした理由はなぜですか。今川官房長お答え申し上げます、3人の方に確認をさせていただきました、1人の方は総理に説明するのであれば、その前に官房長官にも話,し話を通しておくべきではないか。 まあ自然ではないかと考えたものと認識しているとのことでございました残り2人のものはご指摘の点を含め個々の発言内容等についてはあまり覚えていない文書によればその発言があったとされる2月24日の面談には参加していないとのことでございました 小今もあの証言も、あの答弁も記録とは違うわけですけれども、いずれにしても、もう作成者が捏造はしていないという明確にあったわけですから、まあ、高市大臣に潔く、えー、この立法府の,です、ね、維新のあのを信するような態度でございますので、潔く大臣辞職とおじ、答弁終わります、小西議員は相当慌てている様子と見て取れます。 それに対して、淡々と応答する政府関係者の冷め切った語り方。他の立憲民主党議員、社民の福島議員の様子が見物でしたよね。これまで計4度にわたる小西議員の高市大臣への辞任要求に対して、つど、そうだそうだ。と合図を打っていたが最後は、だんまり。また、 小西議員の公文書の SNS 拡散は機密漏洩罪で確定でしょう。今回の公文書公開には100%公益性は認められないです。小西議員の最初の逮捕容疑はあるとすれば、この機密漏洩罪になるでしょうね。